ラージプートはインド海軍の保有する駆逐艦である。艦番号は D51。ラージプートはインド海軍からの発注に基づき、ソ連で建造されたラージプート級駆逐艦の一番艦であった。工場番号2201艦は1976年4月14日にソ連海軍に登録された。艦はナジョージュヌイと命名された。これは、 頼りになるといった意味を持つロシア語の形容詞である。同年9月11日に、ウクライナソビエト社会主義共和国ニコラーエフの61人のコミューン参加者記念工場で、寄港、1977年9月17日に、浸水、1980年5月4日に、竣工すると、ローフキーは赤旗受賞国会艦隊に配備された。 その後、海上公務などを実施した。1980年5月4日には、ソ連海軍を助籍となり、インド海軍へ引き渡された。インドにおいては、ラージプートと解消された。1993年から1994年にかけて電子機器の更新を受け、イタリアセレニア社製の新しい戦闘システム IP-10 を装備した。 その後、ラージプートは、インドとロシアで開発を進めている新型の巡航ミサイルの発射実験の試験艦に選ばれている。2003年2月12日と11月23日、2004年11月3日、2005年4月15日の4度に、渡って実施された発射実験では、ラージプート艦上より、標的艦めがけて、PJ-10、ブラモスミサイルが発射された。 標的艦は未人となり、実験は成功裏に終了したと報告された。この試験のため、ラージプートは P-24 の円筒形の単層発射機1機を下ろし、代わりに箱型の連装発射機1機を搭載した。その後、2007年3月にはさらに改修が施されたラージプート艦上よりプリット B-3 ミサイルの発射実験が成功裏に実施されている。 ありがとうございます。